はい、今日はあ、メイキです。今日はドラゴンボールヒーローズのカードを紹介したいと思います。ここにあるのは全部で23万です。5枚はあっち、左に置いてあります。さて、見てみましょう。孫悟空、これはスパーキングモードですね。超神ハミオ、バーダックゼム、特にない。ストングスーパーサイジン3、ロックオン、魔人ブー全、これはあんまり使ってないですね。孫悟空 GT、 スーパーサイジン兄弟化、孫悟空、これはあんまり使ってない。フリーザ10、これは前出たばっかりなのでまだ使ってません。グレイビー、これはスーパードラゴンボールヒーローズじゃなく普通のドラゴンボールヒーローズ出たやつなんですけど、あんまり使ってません。大海洋神フリーズ、孫悟空チェンジモード、孫悟空カメハメハモード CP ですね。これは孫悟空 P ですね。スーパーキングモード、トランクス未来チェンジラッシュモード、ゴジータチェンジラッシュモード、トランクス未来、これはジャンプで出たものです。全王様もジャンプで出たものです。仮面のサイヤ人、これはさっきと同じくスーパードラゴンボールシールドで出たものです。亀仙人ゴッドカメハメハモード、トワックマンバースト、そしてここから僕がいつも使っているカードをお見せしたいと思います。仮のサイヤ人、ゴハンクス未来、ロックオン、バーダックゼム、チェンジレッシュ、孫悟空スーパーサイジン、ゴッドスーパーサイジン、海洋人 10Y、 チェンジラッシュ、孫悟空ゼロ。これで僕のカードの発表を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。